けどメイクしていただきたいなと思って、あら教えてほしいなと思って、自分でできた方がいいじゃないですか。いや普段メイクされてないじゃないですか。いやでもそのちょっと叱るべき時にというか、綺麗な感じでメイクしてたんで、あらそういう目で見てた、はい、そういう目で見てましたか。そういう目で見てましたか。じゃあメイクしてみて、メイクちょっとどんなイメージとかありますか。なんでしょう、ナチュラルメイクみたいな。なるほどなるほどなるほど、わ、はい、かりました。まずは、うん、ベースからやっていきたいので、お肌触っていいですか。あ、もちろん。今日何してきました。今日は起きて何もしてないんですよ。化粧水もされてないんですか。化粧水してないです。いやそうやと思った。こらしてへんわな。いやだって、鳥取砂丘もびっくりなぐらい乾燥してますね。むちゃくちゃ乾燥してるじゃないですか。もうこの時期に化粧水もね、乳液もせえへんなんてね。そら美容液までせえとは言いませんけれども、こんなにもうかわいそう。お肌が、いやもうそんなことやって言ってくれはったらね、私もねブワーってね、スキンケアから用意しましたけれども、もう今日はこれしかありませんので、あのもうこれオールインワンなんですよ。急に、うん、出ないといけない時とかにね、もう化粧水もね、ちょっとしたね美容液も入っているようなやつなんですけれどもね、普段全然やってないから全然入っていかないのね。これすごい入ってくる。全然入っていかないんですよ、うん、ちょっと待ってね。ということで次が下地をやります。下地今、うん、私がね今季ええなと思ってるのが、はい、この肌色、はい、これまではコントロールカラーって言って、はい、なんて言うんだろうな、私ね、二個一緒のことできないんですよ。喋りながらやってるって本当に無理なんですよ。一番、はい、もう不得意なんか料理コーナー。料理コーナーね。そう、料理コーナーって手動かしながら喋らなあかんでしょ。確かに。ほんまにね、もう難しいです。もう喋るだけやったら何ぼでも喋れって言われたらもう喋れますねんけどね、次に。ごめんなさい、もう滑舌が悪くてね。なんせ朝早いから。なんせね。そう。そう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 。まだ年々してる時間よ、ね、私。普段はね。そう。年々って。ああ素敵。私京都出身なんですよ。なんかそれと通ずるものがあるかもしれないわ。どういうこと？どういうことですか？あら、これね、スタッフに買ってきてくださいって言ったやつなんですけれどもね。はい、あれ、あ、こんなに白くなる。あ、どうしよう。もうこれはちょっともう方向転換するしかない。怖っ。ちょっと待って。やばいかも。何？大丈夫、大丈夫。大丈夫。不安な。大丈夫。全然大丈夫です。大丈夫。全然大丈夫です。はい。めっちゃ大丈夫、めっちゃ怖い。ファンデーションで隠せばいいですから、ね、あ、そういうことね。ベースってことです。そう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 、私ね、今自分のメイクでもないですしね。どういうことこれはね、どこのファンデーションかと言いますとクリスチャン・ディオールです。あ、クリスチャン・ディオール。これでちょっと濃い色を塗るので、これでプラスマイナスゼロにします、ね、あ、そういうこと。ほらほらほら、ゼロになってきた。もうよれまくってるけど、大丈夫だよね。大丈夫大丈夫大丈夫。めっちゃこんな塗られたことないですよ。大丈夫ですよ。もうここから何度でも修正効きますから。なんか全部ミスってるんですよ。いやいやいや、そんなことない。何度でも修正っていう、うん、何度でも修正できますしね。あのメイクは足し算なんですよ、私のメイクは。ああ、引き算とかよく言う方いらっしゃいますけれども ね、 そうそうね、足して足して足して足しまくったらいつかゴールにたどり着くので。眉毛ってすごく印象変わるんですよ。これちょっとね、ええ、スックっていうブランドなんですけど、はいはい、おいくらすると思いますか。3000円とかですか。あ、ちょっと私今忘れたんですけど、忘れてた。そう、覚えてる時しか絶対言わない方がいいですいくらやったらスって覚えてる時に言うやつなんですすいません、すいません。アイラインはね、粘膜まで塗っちゃうので岡田さん用に買ってきたんですけれどもね、やっぱ安いのか高いね。あー、え、ちょっと変になってる。変になってるってことですか。いやいやいや、あの、これはこれで個性です。ほんまですか。なんか一箇所一個若干の失敗してるんですか。ちょっと前向いてもらえますか。これから春に向かうから、この桜色、あー、なるほど、旬を感じていただこうと思って。あ、間違えて青取っちゃった。え、
ちょっとなんか一箇所一個ミスってないでもちょっと目尻にだけちょっと青を足すことでね、爽やかなこの感じになりまして、ちょっとリップを塗っていきたいんですけども、はいはいはい、確かに唇がね、そうですね、めっちゃ乾燥してて、うん、ほんまにやっぱ今流行っているこのベージュ系ね、ベージュ系、あのオレンジ系をすることでナチュラルなんですよ。めちゃくちゃ便やん。いやいやメンズも今やる時代なんですよ。あ、そうですか。そうです、メンズメイクっていうね、ほんまにメイクが全然詳しくなくて、あ、そうなんですか。オーバーリップにした方がね、すごい可愛いなと思って、唇以上にこう引いていくっていう。ああ。で、これをこんな感じで、はい、お望みのナチュラルメイク完成でございます。うわ、ありがとうございます。どうでしょうか。いや、むちゃむちゃをねむちゃくちゃむちゃくちゃ三河や仲間やんか仲間このね、桜色のねアイシャドウがポイントになっていまして、だけどだんだんとこう眉毛に向かって、はい、あのオレンジにグラデーションしていくっていう今年 の流行メイクなんですよね。あ、これ流行りなんですか。そうなんです、そうなんです、オレンジっぽいのね。あとここ あのアイホール全体に伸ばしたこのオレンジっぽいアイシャドウとあのここのね、あの唇のね、あのオレンジのベージュ系がね今こう人気ですので、あのこちらはこう合わせさせていただきました。あ、ここめっちゃ考えられてる。いや、そんなに考えてないんですけど、あり合わせのもんでやりました。なんかできる主婦みたいな発言しました。いや、でもすごいわこれ。何やったっけこれ、なんかのお店あ、わかりました、ヒゲなんちゃみたいな。あ、ヒゲガールです。ヒゲガールやこれ。ヒゲガール新宿2丁目店や。働いたらどうです。あそこね、新宿2丁目店はないんですよ、歌舞伎町店。詳しい。詳しい。なんで詳しい。歌舞伎町の鳥貴族のとこピュッと曲がってめっちゃ詳しい。ミスタードーナツのところこうやって曲がって、いや、あるけどミスタードーナツの角のところ、そうそうそう、ミスタードーナツをね、風林海岸、そう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 、めっちゃ詳しい。区役所でした、区役所があって、ね。